音楽聴いて、あ、この曲って踊れるんだなって今、上手だった。踊りながらやってくる。初めてずっと踊るわけやって、今。そういう曲なんだな。で、行ってきましたね、香港。香港。うん。今、試合はですね、3度だっけ ?3 度。1個でいいですかね。1個でだったんですけどね。はい。何せ、遠征って普通のチームって厳しいじゃないですか、いろいろ管理とか。うちは非常に自由なの。アバウト。それが言いたくてね、ちょっとこのネタ振ったんだけどね。どのぐらい自由かってことですね。あれも一応、ちゃんとした大会なんですけどもね。はい、やっぱり、監督の頭の中では、やっぱこうあるんでしょうね。ほう一応、大事な結果、大事な試合とか結果出さなきゃいけないと言いつつ、試合の日の1時までに買い物を終えろと。こういうこと言う監督結構いないですよ。いや、それで1時まで。普通だったんですね。12時に飛び出して、今まで寝てるって、もう毎日禁止ですから。何も違う。みんなそんなことしてるの初めなんですけども、はい、ブラジル人たちが結構行くわけですよ、ね、でビスマルク、ペレイラ、誰だっけ、アルシンド、うん、あと3人でもう山のような荷物を抱えて帰ってきて1時半頃が大丈夫かこいつはと思ったら、まあ、試合はちゃんとしっかりやるところがねさすがブラジル人なんですけども、なかなか楽しい遠征で夜8時試合で昼間の1時まで何してもいいって言うんですからねすごい監督ですよね、で試合終わるでしょ、はい、でみんなバス乗りますよね、ブラジル人は香港在住のブラジルの友達と一緒にバイバイ普通はこういうことですよ監督コーチはとりあえず試合が終わったらホテルまで一緒に帰るでしょ、そう思いますね競技場から3人で一緒に案内で帰ったんですよだからまあホテルに帰ってきて、はい、で夜に最後管理するように、まあ、その後の管理はね自分の少し前に帰ってきて一応かけまし香港で一番なんか有名なのディスコップのね、まずはどこへ行ったんですよ。駆け出すのが僕に、ビスマルクがついてきましたね。もうすごいですね、ビスマルクってのは。今まで真面目だと思ったけど、とんでもないやつです。ファンクションで。ファンクションでよ。その感じ、フロアはあんまり混んでなかったんですけど、もう踊りまくってるの、エアコンの演目の方々が一人、振り向きっていう人はですね、すごいですよ。怖いもんだよ。怖いもんだよ。何が今日どこが帰ってきたんだか全然わかんないけど。何の経験なんだってね。変な経験しちゃって、本当に。この話すると、ビスマルクがね、ビスマルクラジオで内緒内緒。内緒怖がってるからね、あんまりね、言うと怒られるんですよ。その後僕らは、藤川君とですね、ちょっと食事に出かけまして。その前、せっかくの香港ですから、やっぱ中華料理を食べなきゃいけない。どんなものがあったでしょうね。もう、じゃあ、試合8時から試合でしたら、だいたいホテル帰ってくるの夜の11時ぐらいですよ。夜の11時ってことですね、だいたい店は閉まってるわけですそこを無限に小銭でですね。みんなサッカーつまらないけど、持ってるから。お前みんなにそっくりして。いきなりこうやってなんか、こういう感じで。半分閉まり終えたサッカーまた自分の手で開けちゃうんですね。そのまま入ってって、チップ渡して入っちゃうんですか。チップってボディボディボディなんですよ。チップ渡してですね、お金渡して。渡して、本当に渡して。で、海鮮料理なんです。おぉ。もうないでしょ、だって。もう入ったらね、返してくんないんですよ。殻ついてなくても、もう、新鮮と分かるじゃないですか。レモンが置いてあってる、滑り。そうそうじゃね。香港でね、出てきた貝はね、何スーパーマーケットで売ってる。そう、味噌汁の、これは鍋用ですから、煮て食べてくださいって、そういう貝あるじゃないですか。そういう、もういかにもそういう貝がですね、味噌汁の茶碗みたいに
ね、半歩入ってきたんだよ。で、俺ね、津波からこの柿はやばいよって聞いてたんですけど。私からやってますから、いっぱい。私、あんたともビール、チンタオビールって向こうのビール飲んで、気持ちよくなってますよ。そうですね。とりあえず、一個だけ食べたら、チンコ食べたら美味しいんですよ、すごい。それはね、レモンとか絞ったんですか？絞んないですよ。なんか、醤油みたいな。もう、ないやつ。一個食べたら、半歩食べたって。うん。で、次の、もう次の日の夜、下痢で、お腹痛い、吐き気がする。で、日本帰ったらそのまま熱。チャレンジャーだよね。チャレンジャーでしょ、やばいなぁと思って。次はもう、あったでしょ、言ってください。何言ってんの？次だってさ。まあ伊集院さんがやめてですね、そうだな、番組を変わってですね、調子が下がってるそうですよ。この番組もちょっと下がってですね、でイエローカードはでもこれがいい調子ですよ、いいですよ。だからそれで寝てて寝てて顔黄色くなっちゃって顔黄色くなっちゃって、ね、ですぐ対決したんですよ、ね、対決したら彼の血を下がったんじゃないですよ。そうですね、血取ったんだな、血管臓大丈夫、あったもうちょっと行きましょう。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。